岡山県倉敷市黒崎中小学区にあるストア山本。このどこにでもありそうなスーパーではあるが、3月25日に残念ながら閉店してしまうそうだ。聞くことによると、こちらのお店は創業60年くらいになるということだ。ストア山本の上には大規模な団地が存在している。1950年代に入ると、高度経済成長期に突入。中小地区内に1961年に岡山県営団地、翌年に市営団地が造成される。1964年に中小団地が新設されたとある。その当時は中小を支えたお店の一つだったかもしれない。中小小学校前を通り、ストア山本へ。左手にも昔からある山下商店が存在する。1990年代頃にはこのエリアに中小交番があったが、これよりだいぶ先の大通りに移転してしまった。もともとこのエリアには五美江鉱山、1934年閉山があり、昔から人が働き、人が住んでいたエリアである。真ん中にある建物は最近建てられたが、その前はアパートが建っていた。交差点の角には人気の豚まん屋さんがありましたね。中小駅周辺にスーパーができるまでは、この辺りが中小学区の中心だったかもしれません。はい、すいません。
い、というわけでもう今日でね閉店ということです。まあ、閉店の理由っていうのはまあいろいろあるんですけど、まあそのお惣菜とかね作ってる方とかもかなりのお年を召されているので、まあそういう意味で閉店ということです。もうそれ以上かなり昔からあったということで、途中に花束持ってくる方とかいましたけど、まあ雨の中こういう状態なのでひっそりとお店を閉めるという形になったんですけど、やっぱりこういうね地元の大切なスーパーなんで閉店後も、小規模でなんか販売するみたいなことを言ってました。精肉とか鮮魚とかそういうのをなんか限定的になんか販売するということなので、興味ある方ちょっと覗いてみてください。